ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で切りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです、強く。
僕の次はあやかしか。もうおしまいじゃ。
なんてこった。お前の腹の中には。賊もあやかしも切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。お願いじゃ、命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。桜の社に何用なんだろうな。なんじゃこの化け。猫か。すねにまとわりつきあって。なるものか。
危なかったな。
もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえなと。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフミ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする。よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何か訳が。あ、すまん。まあ、いろいろあるわな、ね。